ファミコンハマったってことですけど、あの高橋名人とかはハマったですか、はい、やっぱり。あ、やっぱり当時はね。そうすると、あの、なんだっけ、冒険島とかあったんですよね。あ、ありましたね、高橋名人の冒険島、うん、あれも日テレ系だったけど、これも多分同時ネットしてなくて、ええ、あれですね、あ、バグってハニーですね。あ、ごめんなさい、あ、バグってハニー、バグってハニー、うん、ええ、一応やってはいたんですけども、ええ、こうやっぱりなんていうんだ、ゲームの方が楽しかった。漫画は全然面白くない。別に名人のアニメを見たいわけじゃないんだみたいな。あ、だから高橋名人がゲームをするとこは見たいけど、彼が主人公の、彼の主人公の漫画別に見てみたくないという、うん、別に見なくていいやみたいな扱いですよね。高橋名人のタレントが好きだったわけじゃないんですね、別にね。ゲームやってるとこがやっぱり見たいですよね、名人っていうぐらいなんで。そうすると、じゃあ、あの、なんだっけ、12ちゃんとか、関東でいうとテレビ東京 あのファミコンの番組で、あの手はそっちはやってなかったんですかね、やっぱり。ファミコンのやつは多分やってなくて、もうちょっと後にやったの PC エンジンが出るんですが、はいはいはい、あの PC エンジンの番組はたまにこのそれこそ岩手の電波で、見ることができたみたいな、うん、それは一応見て、なぜ、うん、ですね、なぜかあの RC カーグランプリと、その PC エンジンのやつは岩手でやってたんですけど、ね、RC カーグランプリもね、うん、まあ、ちょっと漫画から外れますけど、ピンポンパンとか、はい、ロンパルームとか、あ、ロンパルーム世代的に違うか、ピンポンパンとかはありました、はい、世代的にやっぱ10下だからないか、ピンポンパンも、もうその手の、うん、ピンポンパンなかったような気が、その手の幼児番組ってのはもうなかったんですかね、うんうん、まあ、それこそ NHK のお母さんと一緒、お母さんと一緒一緒とか、その辺ですよね、原体験は。あ、ですよね。じゃあちょっと、まあ、漫画からは外れますけど、はい、こう実写ものでなんか好きなものありました？はい、実写ものやっぱ私は仮面ライダー派だったんですよね。初代ライダーですか？ですね、もう完全にもう再放送になっちゃってるんですけども、多分スカイライダーのあたりなんですよね、まともに見れたのは。あ、なるほどなるほど。でそれでハマった感じですか？そうですね。で、なんか前にあったらしいぞみたいなのを、多分でもスカイライダーが始まるか何かの時に、多分そのテレビ雑誌ですよね、はいはいはい、テレビマガジンだったのかテレビくんだったのかは覚えてないんですけども、とかで多分見て知識をは入ってたみたいな感じだと思うんですよね。まあ実際に見ていたのはスカイライダーで、それでその世界にはまったみたいな感じなんですね。ですね。ああ、そっか、やっぱスカイライターでもその世代の子供にはやっぱハマるものがあるんですね、やっぱね。ああ、まあ多分、まあ、原点を見たことがないんで、多分抵抗感なく入ってくんだろうなっていうのは、うん、やっぱり変身とかいうああいうのが。そうですね。ああ、うん、じゃあ、あとすごいこう空を飛ぶっていうところを推してたんで。あ、なるほどなるほどなるほど。うん、それでまあ一応期待感は高まっていたみたいな。ああ、なるほどね。やっぱり世代の差だよね。我々の世代からするとライダーが空を飛ぶってなんか変だなって感じだったけどね。まあ後年に行くと、あの、車乗っちゃったりしてますからね、もうね、それライダーじゃないだろうっていう。そうよね。それドライバーだろって。そうなんですよね。ライダーなんだから、その空飛んだりしないで、そのバイクで移動してほしいなっていうね。うん。やっぱり世代的に我々はあのサイクロン号とかに憧れたんでね。そうですよね、うん、ブロローンっていうのでね。そっか、じゃあその後スカイライターの後なんだっけ、スカイライターで終わったんでしたっけ一旦。スーパーワンが、あ、スーパーワンがあったっすね。それはどういう感覚で見てたんですか？はい、あれってこう手を付け替えるっていうのがちょっと斬新で好きでした、ね、あ、アタッチメント方式なんだ、うん、へですね、あのライダーマンよりちゃんとしたやつっていう感じのアタッチメントを、あの、そう、初代ライダーではライダーマンっていうのがいてね、
あれがやっぱり腕にこういろんなものをつけてやってたんだけど、そういうのじゃない。両手一応付け替えて、ええ、例えばあの赤いのをつけるとこうあの火が出ますとか。おあと青いのつけるとこう冷気が出ますみたいな。おあ当然それのおもちゃがあったりしたわけですか。うん、あ私持ってたんですよね。その超合金っぽいやつでこう手首があのロケットパンチみたいにこう外れて、あそんなのがあったの。付け替えるみたいな。ええ。持ってた記憶があるんですよね。あ超合金なんだ。超合金ぽかったですね。超合金だったのかどうかは分かんないんですけど。でそれを腕に装着してどっかボタンを押すとパンチが飛ぶんですか。飛んだかな交換できた記憶は あ,、うん、あります。あスーパーマンでそんなおもちゃがあったんですね、うん、あ変身ベルトとかじゃなくてね。ベルトは出てた。なんかベルトすごい地味なんですよね確かね。ライダーちょっともう変身ベルトってはかん来るけど我々はやっぱもうその頃はもう飽きられてたんだろうな多分ベルト。まあ それはあるかもしれないですね。で間空くけどブラックとか RX とか出るじゃないですか。はいはいはい。あれも見たんですかやっぱり。一応ブラック RX は結構年いってましたが、ええ、見ましたね、うん、割とハマった感じ。あでも結構見やすい時間帯だったような気が。日曜の午前の朝ですよね、うん、そうですね、うん、あれだからもう一応 TBS 系列なので、ええ、うん見れて。多分ブラックなんかは相当ハードだったんじゃないですか。かなりハードでしたよね。ですよね、うん、多分ライターシリーズでハード路線ってあれが最初なのかなやっぱり。そうですよね、うん、あの頃メタルダーだのってなんか東映さんが、はいはいはい、結構ハード路線行ってたっすよね、うんうん、まあ私は見てないんだけど、まあ、情報として知ってる情報として知ってるんだけど、うん、メタルダーも見たっすか。メタルダも見ました見ました。あやっぱりね、うん、ハード路線だったからこう年齢層がやっぱり上を狙ってたんでしょうね。うん、まああれですもんね、キカイダーのリメイクみたいなもんですもんねメタルダーは。あそうなんだ。あの赤とこう、あそうかそうかそうか、青の2色でこうかつなんかこうあの善悪が最初わからないみたいな設定なんですよ確か。あそうなんだ。うん、なんでもう完全に機械弾のあなるほど、ね、リメイクみたいな感じで、うん、じゃあ良心回路、良心回路的なものがあるんですね。なんかこう教えられて学ぶみたいな感じだった気がします。へ、うん、面白そうだ、ね、しかも設定的に結構無茶で無茶なんか第二次世界大戦中にあそうだそうだ、あの兵器としてこう開発されたみたいな。みたいな鉄人28号もそうでしたけどね、そんなのあったら負けねえんじゃねえかっていう、うん、いや本当ですよあれ一人で勝てますよっていう本当ですよね、うん、